こんにちは。プロ棋士の柳沢です。基本詰めごマスター。今回の問題はこちらです。白線、行きです。まず少しの時間でもいいので、動画を止めるなどして考えてみてください。それでは正解発表です。正解はこちらに、飛びでした。これに対して黒がこう一歩ずつ入ってくるのはこう普通に受けておいて、まあ、このね、四つの形はこれ、完全に生きている形ですね。ですからまあ、例えばここに来られても、まあこう打っておいて、 息ですね。まあ、この場合は、ま、こう打ってもいいですね。こう当たりをして、白こうかこうか、打っても息ですね。黒の抵抗として一番警戒しないといけないのは、ここにつけてくるという手ですね。これは非常に鋭い手でして、これに釣られてこういう風うに受けてしまいますと、こう出られて、これは死んでしまうんですね。これ受けると、ここに打たれて、これ死んでいますね。一眼しかない。ですし、取っても、ここに差し込まれて、ここ欠け目となってしまいますので、白が死にです。 ですので、白はここでこのように広げるというのが正しいですね。これにもし、こう、黒が切ってきても、こう打っておいて、まあこれ取れてますし、ここに一眼ができますので、白行きですね。あるいはこれ、ここに打ってもいいですね。これに対して黒がこういう風うに当たりしてくれれば、これ取っちゃうとダメですけどね。取ると継がれて、これ掛け目で死んでしまいますが、ここで白はこう出るという手がいいですね。これで、取られても、えここに打っておいて、これ追い落としで取れていますね。 そしてここにもう一眼あるのでこれ絶対白が行きとなります、まあ、ここで黒の他の手としてはまあこう切ってくるのはまあ白こう受けてもいいですしこちらから受けても大丈夫ですねでまあここにつけてくるのもまあこう受けておいてまあこれねあの絶対ここに一眼できますのでこれは二眼でいっていますねまあこの手であるいはこうやってもいいですけどねこれでも白行きですじゃあここで正解のこの飛び以外の手だとどうなるかということなんですが、まあ、まずこう広げるとどうかというとこれ 実は前に見た形になりますよね。これここに置かれて白が死んでいますね。遮ったらこう切られてこれ押す手なしでえ白がちょっともうどうしようもない状態になります。じゃあ白がここに打つのもこれも一見良さそうな感じもしますがこれ前に見ましたねこれもね。黒にここに打たれるのがいい手でえまあここのねダメが詰まってますのでこの時に白がここに入れないのでねこういう風になってえ白が死んでいますね。 他の手としては、ま、ここに飛びなんかは、ま、こう一回出られて、ここに置かれてしまって、つなぐと、ま、こう打たれて、これはもう二眼できませんね。死んでいます。そして、ま、こちらに受けても、こう放り込まれて、え、一回取られますけど、またもう一回放り込んで、これ欠け目になりますので、白が死ぬという形ですね。あとは白ここに打つという手はどうかというと、これもやはり、こう置かれて、押えると、これで、 死んでいますねこちらから受けてもやはりこのねまあこれ詰碁では非常によくできるえー、目の取り方ですけれどもこういうふうにね一回2次取らせてまた放り込んでいくというこれでえー、死にとなりますねまあこれ以外の手はまあこことかこことかこことかはまあやるまではないかなと思いますので省略させていただきますということで改めまして正解はこの飛びでしたいかがでしたかご感想ご質問をぜひコメント欄にお願いします この動画が良かったらチャンネル登録といいねボタンぜひよろしくお願いします。そしてツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。